義務も官僚そうなんですけどね、やっぱね。あの、一人じゃ生きていけないんでね、そのなかなか。僕とたまたまうまくいってますけど、はいはいはい、まあ、普通、みんな飯食えないですからね。やっぱり、僕辞めた後、辞めて飯食ってやっていないからな。たまたまうまくいっただけで僕も。それ、じゃあみんな、じゃあ辞めた後はうちに来てください、顧問で、とか、そんな感じのことを具体的に言ったりするもんなんですか？いや、具体的には言わないですね。その、うん、波風立てなければ、その、まあ、なんとなく、まあ、誰がどう差配してるかわからないですけど、なんとなく身は、うん、身の先は保証されるっていうのが、まあ、今の天下りのスタイルなんで、具体的に誰かがいないけど、うん、なんとなく帯がかかってくるっていうのが、今のスタイルなんで、あんま波風立てたくないっていうことだと思いますね。じゃあまあとにかく行くってことですね。そう、まだ今はなんか波風、役員としては波風立てないか、どっかすごい、まあ、何人かの政治家の力がすごい強くなっているので、集権化して、まあ、そこに食いつくかっていうのが二択になっているので、うん、そこのどっちかに当てはまるような形にならないとなかなか難しいかなって気がしますね。またベンチ